まあ、札天神通りっていうぐらいなんで、まあ、札天神、札天神の中についての中っていうか由来とか、うん、そういう詳しい話はね、ぜひここコロさんの方へ、はい、散歩の方でやってます、ね、再生数伸びてねえから今回はどうせ3000再生とかしかいかないんだろうけど、はい、あ、スタッとくるの札天神、はい、はい、おなじみです、おなじみです、うん、作る位置とかもやってるし、うん、いろいろやってるんですけど、札天神社さんは、はいはい、早速ロッキーアニメ、はい、第1話に出てきてます。まず札天神出ました、うん、まあ、それだけじゃない、聖地巡礼それだけでも、うん、まあ、そのままだったんでいいんですけど、いいのあるんで行きましょうか。ちょっと待ってよし、OK、はい、やっぱりこう霊言新たかな雰囲気になるよね。いやでも、うん、まあ、それはそういうのなしにしても本当にいい神社で、はい、綺麗だし、お水も綺麗で、木も綺麗で、はい、神社も綺麗で、そこ電動だし、そう、近づいたらね自動でなるなりますから、めちゃめちゃちゃんとするよちゃんとするね、さすが、本当にいい神社、いい、うん、パワースポットっていう感じ。そんな中でも最もパワーがあると、うん、僕の中でささやかれているのが、はいはいはい、鬼太郎おみくじ、妖怪おみくじ、そんなものが、妖怪おみくじっていいのか悪いのか、どんなのかっていうと、これも散歩でやったんですけど、鬼太郎に出てくるメインキャラクター、さっき話したメインキャラクターが運勢を占ってくる、はい、2人がネズミ男で、僕が猫娘なんです。今回は、まあ、目玉親父と鬼太郎が出したいじゃないですか、出したいね。この後1回200円です。200円ですね。さあ引きましょう。よし、引きましょう。よし、まあね、何が言いたいかっていうと、僕がなんで32になってこの太郎みたいな前髪してるのかっていう話なんですよ。はえ、鬼太郎の子憧れてる逆だけどもうね、引くに決まってんの、愛だから、こういうの、はいはいはい、はい、愛で引く、うん、どうでしょう、私見てみよう。ああ、はい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 、いいです、いきますよ。いいですか、はい、クッキングエンターテイナー大西哲也です。塗り壁吉、似てる、うん、まあ似てる似てる、うん、分かる分かる、いいね、行くか、うん、いいじゃないか、どっちだ、俺まだ見てないからさ、どっちが思ってるか分からん、ひろみさじゅうたい、行くよ、はいよ、はい、ほら、おお、マジか、鬼太郎で大吉、うわー、もうね、もこういうことだから持ってるね大吉、大吉、あ、ね、素晴らしいね、愛以外何者でもないわけということで、素晴らしいね、あ、じゃあ小野さん、小野さん聞いてみましょう、小野さん、はい、聞いてみよう、センスが出るからこういうのはやっぱり、うん、センス関係あるんですかね、いやもうやっぱり、うん、さあさあ、果たして小野さんの心の中に潜む妖怪は、目玉親父がいいですね、聞くとしたら、はい、前回はね、目玉親父だった、ネズミ男だったんで、はい、いきます、はい、じゃんじゃんですよ、あなたを心に潜む妖怪ネズミ男注目根っからのネズミ根っからのネズミ男結構ちなみにクイズがある、あ、クイズ、はい、鬼太郎クイズ、はい、おなじみ、ここで鬼太郎クイズです。ゲゲゲの鬼太郎、今回アニメに出てきたって言ったじゃないですか、うんうんうん、こちら今回ちなみにアニメ、はい、まあ歌あるわけですよね、オープニングエンディング、うんうん、毎回ね、結構ね、まあ豪華っていうか、まあ、昔で言うと、うん、よし行くぞとか、はい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 、50回転ですとか、あー、はい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 、歌ってたりするんですよ、うんうん、で今回、うん、エンディングはマネキケチャっていうね、あのめちゃめちゃ、まあご存知ないと思いますけど、うん、はい、アイドル業界ではかなりこう来てる、波来てるアイドルグループがエンディングを歌ってる、うん、でオープニングは今も昔もずっと例のゲー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 のゲーなんですよ、はいはいはい、で今回、うん、有名歌手が歌ってるんです、うん、それは誰か、うん、4択で答えていただきたい、はい、4択、うん、はい、5択ですね、5択で答えていただきたい、はい、はい、北島三郎、はい、2番、うん、氷川きよし、あー、3番武田鉄矢、はい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 、4番、はい、天童よし、はい、5番高田純次、あー、なるほど、いや、ここは期待も込めて高田純次、長野出身だから、そうそう、俺もそう思う、国領出身だっていうから、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、テレフォン誰に俺に
いや、じゃあファイナルアンサー。大不正解です。えー、違うの。大不正解、残念。高田杉さんは、あ、はい、でも、はいはい、リアルに考えたら、うん、氷川きよしだと思う。正解。なるほど、そうだよ。氷川きよしさん当たってます。そりゃあ、プリンスだよ。いや、すごいね。行きましょう、行きましょう。次はね、ヒカロースポットといえば、はい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 、もしくは、うん、調布といえばっていうところがあるわけです。あそこじゃないですか。そうです、僕らも大好き、はい、大好きなね、はい、行ってみましょう。じゃあそこまで飛びましょう。よし、飛ぶ行きましょう、はい、せーの、はい、ありがとうございます。着きました。着きましたよ、ズンダイズ。調布といえば、ジンダイズ。鬼太郎茶屋っていうのがあるんです。全国指折りの鬼太郎グッズショップ。寄せてるんだよね、それ。豆腐人溢れて死ぬかもしれない。茶碗に入ってる。カモン調布。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で